そのレベルと挑戦させてもらえませんか。名乗りを上げたのは日本初のジェンダーレスプロレスラー、アスカ。注目のルールは蛍光灯デスマッチやりましょう。そういうの大好き。100本でもいい、100本でも。ちょっと待ってください。僕には蛍光灯1本しか受けれないんです。蛍光灯1本デスマッチやりませんか。オタクの舞台で運命の明かりはどちらに灯るのか。DDT エクストリーム級選手権試合、蛍光灯一本デスマッチ、挑戦者アスカ VS 王者アキト。それではただいまより行われます蛍光灯一本デスマッチのルールについてご説明を申し上げます。この試合は通常のプロレスルールに加え、1本だけ用意されている蛍光灯を割ってしまったら1本負けとなるルールで行います。詳細にご説明いたしますと、蛍光灯が割れた時に蛍光灯に触っているのが1人だけだった場合は触っている側の負け、2人が触っていた場合には攻撃していた側の負けとなります。それではこちらのバットを蛍光灯に見立てて実例を交えご説明いたします。まずこの蛍光灯を普通に凶器として使用した場合、これは割れた時点で2人の選手が触れていましたので、攻撃した側つまり渡瀬選手の負けとなります。続いてダウンした相手の体の上に蛍光灯を置き、その上にプレスした場合、これもまた割れた時点で2人の選手が触れていましたので攻撃した渡瀬選手の負け、仲間の練習生の勝ちとなります。最後にマットなどに蛍光灯を置いた状態でその上に相手を投げ落とした場合、この場合は割れた時点で触れていたのが一人だけだったため触れていた中村練習生の負けとなります。以上で蛍光灯一本デスマッチのルール説明を終了いたします。蛍光灯が入場テーマ曲として入ってきましたね。見たことないですね。そういう時代なんですね。ですね。しかしこれ難しい試合ですね。それでは選手権試合に参加して記念撮影を行います。メキシコ式です蛍光灯の記念撮影ですね、はい、本来だったら危ないよ。そうですね、このもしね、鋼鉄製のね、ベルトがこの蛍光灯にコツンと触れてしまったらですね、ベルトの負け、はい、パリンと行ってしまう可能性があって、試合が不成立になってしまいます。なるほどなるほど。しかし蛍光灯が100本200本に乱立する試合はよく、まあ、見ますが、1本って史上初ですよね。そう、過去にね、このエクストリームの戦いで一本デスマッチはね、アキト選手経験があるんですけどもね。これは、それす…ああ、これはね、大日本プロレスのリングだったらあっという間につくんでしょうけども、まあ、なかなか DDT のリングでは蛍光灯デスマッチというのは行われませんからね、はい、安定、大丈夫ですかね、安定感。いや、そうですよ。ロープに飛んだら落ちちゃうような気がしないでも。だその場合は落とした人間が敗北となります。なるほど。なんか1本だけ置いてある状況絶妙ですね。そうなんです。妙に素晴らしい光景ですね、なんか。そうですね。さあ、ゴングです。まあやっぱりね、そのデスマッチというものも、まあ年々日に日にね、まあエクストリームになっていく時代ではございます。蛍光灯もね、最初は数本だったここから何十本、そうですね、何百本となっていったんですが、ここに来て1本というね、まあ、原点に戻ったというか、
でもどうですか吉村選手、先ほどのルールを聞いたこの蛍光灯一本デスマッチ、まだちょっと全部理解してないんですけど、はい、とりあえず割っちゃったらダメなんですよね。そうですね、割ると決着がつきますね。っていうことですよね。でその時のシチュエーションによって勝者と敗者がレフリーによってジャッジされる、はい、あーこれで今アスカ選手が割れてたらアスカ選手の負け、負け、その肉体が触れてる選手が割ってしまったらアウトです。なるほど、はい、通常ルールでも決着がつくんですか。もちろんです、プロレスルールもあります、ね、なるほど、はい、なので仮に吉村選手がこのルールで挑戦したとしても蛍光灯には一切触らず相手倒せば、はい、自分の勝ちになる、勝ちになります。あ、なるほど、あ、はい、だからまあ本当 DDT エクストリーム級のタイトルマッチというのはそういったその必ずプロレスルールも加味されるんで、まあ、どちらをチョイスするかは戦うということは、あれはないものと思ってやった方がよりスムーズに試合を運ぶということですかね。でも、まあ、ああいう状態で置いているってことは意識せざるを得ないですね。まあ、あと実はあっち側の、ね、ロープはハンマー、ほらほらあの一面使えないですもんね。使えないってことですね。あ、外した、取った、怖い怖い、おー、これで落としてパリンっていったらその人の負けですからね。おーい、おー、あー、あー、もうセーフ、燃えてないですね、燃えてね、責任なすりつけ合ってるみたいですね、はい、さあ、初めてこのルールの恐ろしさが身に染みたでしょうか。これは怖いルールですね。嫌なとこに置きますね。動線じゃないですか、リングの動線。なるほど、ええ、間違ってるんじゃないですか。おいちょ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 い、危ない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 、あー、踏んじゃう、踏んじゃ、これ踏んじゃってラスカー選手の負け、そうですね、これ見てる、見てる側も気抜けないですね、ええ、なんかやってる方よりも見てる側の方がハラハラしそうな感じですね。これあれですね、吉村選手のが体重のある選手不利ですね。不利ですね、ちょっとだけでも割れちゃいますもんね。確かにパワーある選手とかね、ちょっとこういう頭使う気あんまりやりたくないですね。かなり神経使いますよね、これ。使いますね。いや、これね、やっぱ秋田選手考えましたね。でもね、確かにこの、ね、エクストリームの、ね、タイトルマッチというのはですね、だんだん選手が順応してくるんですよね。あ、なるほど、慣れてくるんですよね。あ、なんかタイガーマスクの特訓にこういうシーンありましたね。ありましたね、タイガーマスクの場合はですね、漫画の剣山だったりとかね、ワニとかね、はい、さあこれフライングメインヤーで、あー、おーおーおー、測定だ。これも投げた瞬間には投げた側の手が離れるんで、蛍光灯の上で受け身を取ってしまったらバリンといったらその人が負けちゃうと。しかも痛いと。そうです、これあれですよね、まだ使用済みじゃないんですよね。そうか、よく、いや、集中力求められますね、これね。これはちょっとこれ見てて疲れますね。疲れますね。これどけた方がいいですよ。そう思いますね。どけましょう。どけましょう。はい。どけましょう。セーフ。リングの下に置いた。もうちょっとね、意外に痛くなってきますね。あの人いやらしいですね、ちょっと。いや、それアキト選手いやらしいですよ。あ、分かった。もうなんか、もうなんか吉村選手の、あ、あれ。あ、これアキト狙ってますよ、多分。これね、アキト選手の、危ない。ほら。ほら、危なかった。アスカ、ありとあらゆるこのテクニックを使ってきますね。これ吉村選手だったら途中でもう面倒くさくなって割っちゃいそうですよね。いや、もうあえて殴っちゃうかもしれないですね。はい、嘘、嘘、ダメダメダメ。
は危険ですね。受け身取れないですからね。アスカ選手意外とルール分かってますね。はい、賢いですね。意外と理解してますね。初めてのはずなのに、ね、よくは。いや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 、容赦がないとチャンピオン。これ今のもなんか力の加減ずれたらバーンって言ってますよ。あれもう吉村選手だったらバーンですよね。もう終わってましたね。話した方がいいんじゃないですかね。置けばいいのに、意外に律儀ですねその辺は。いやなんかほらまた変なところに置いたとこ忘れて自分で踏んじゃったりとか、ね、ありますね、ありますね、ありますよ、しかもまた今日やらしいことにこのリングマットの色がまたねなんかちょっと保護色になってるんですよ。あー確かに分かんないわこれ。黄色多すぎ。確かにこれエプロンに置いたら分かんないですね、うん、あとあのグッドコムアセットのところに置いたら絶対分かんなくなりますよ。あ、そうです。あさあ今度はチャンピオンがピンチです。チャンピオンピンチ。あ、そうだ、プロレスいいんだ。そうです。これむちゃくちゃ危険な試合ですね。危ないですね。お互い受け身取れないっていうのがデスマッチですよ。デスマッチですね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、アスカ選手やめてやめて、危ない危ない、ああ、おお、危ない。お互いさん、お気をつけて、お気をつけて。さあ、丁寧に蛍光灯をリング内に置いて何をやってるんですか。何ですか。なんか椅子。え、これレスマッチだから椅子はありなんですか。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。稽古とだけ許されてるんですか、はい、ここ最近 の DDT はあの前回のね、大三四郎の試合とかもそうでしたけども、スリーウェイマッチの中特に普通のタッグマッチなのに、はい、何入れてもいいみたいな。いつの間にかハードコアに変わってたりとかしました。なるほど。最近膝殺しに来ましたよ。もうこうなってくると、うわー、おお、すごい粘着力ですね、蛍光灯。なんかこうやって見てるとだんだん蛍光灯が息風呂に見えてきましたね。そうですね、意思を持って割れたくないみたいなね。さあ改めてハンマースローハーン。あー、なるほど、素晴らしい。すごいな、すごい。そうなんです、やっぱり、ね、順能力がね、どんどん戦いの中でね進化してますね。これだからね、殴れないのがまた痛いですよね。これシンプルに殴っちゃうとこの状態で、ああ、なる、あ、あれ何するつもりや、これ。嘘嘘嘘嘘。おお、バカ、感情が高ぶるとつい殴りたくなりますもんね。そうですよね。パリンってね、はい、やっちゃった。これ己との戦いだ、相手と同時に。相当な精神力がないと理性を保つっていうの大変ですからね。あ、何これ何これ。いや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 、あ、そうか、そこに投げれば。そうです、勝ちなんだ、はい、しかも割れやすいですよ。割れやすいですね。すごく割れやすいです。割れるために設置してるとしか思えません。落ちるための橋みたいなもんですかね、はい、さあこれが決まれば飛鳥選手がチャンピオンになります。やばいぞ。ええ あら、そう、これは今度はチャンピオンがチャンス。あーおいやー、怖い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 。こんながんじがらめのルール見たことないですね。もうなんかね、いっそのこと早く割ってって思いますよね。本当ですね。その方が安心できますね。気が抜けない、うん、いやでも驚くべきはこのね、チャレンジャーの飛鳥選手ですよ。完全に蛍光灯一本デスマッチを自分のものにしてますね。そうですね、完全に早くしますよね。あ、しかし、あったー、あ、なんか中腹系が、中腹系が、あ、そうかそうか、あー、反則反則、あー、今ロープに行ってましたね。今ロープに行ってましたよ。レフェリー見えてなかった、ええ、いやこのね、やっぱ蛍光灯を割りたくない、割っちゃい、
割っちゃいけないっていう感情とその急にプロレスルールをやってくるアルト選手のやらしさ、やらしいですねずっとやらしいですね、さっきから、はい、それに適応できるアスカ選手はすごいですね、すごいと思います。西獲得戦のここまでねルールが感じからばならないですよね。やっぱね、やっぱ女性としてやっぱこのアキトの男としてのなんかやらしさとか、まあ、つまんない男って言ってるじゃないですかでやっぱね、見抜いてるんですよ。だから制裁してやろうと、はい、アキトという男のその性根が、おおまだこだわってますね。今巻きましたよ足を、すごいな。さあシンプルにこれ叩きすればアキトの勝ち、逆にアスカが叩きすれば、いやちょっと危ないですね今ね、いろいろ危なかったですね今、落ち方危ないですね、ひどい男だな。さあそしてこれ筋肉大移動の体勢、あーっと、あー一本、これはえただの勝利が健康が渡されて渡されて藤田選手が2名攻撃側が飛鳥選手だったため、飛鳥選手の敗北よって、最後の絵面はどう考えても飛鳥選手の勝ちに見えるんですよ結果で言うと攻撃を仕掛けた飛鳥選手の負けですよね。この筋肉大移動ですね、なんとか切り